いいですね、これでした。これね、難しかったのよ。そうですか。初めての曲やしね、こんな歌がブラストさんの曲であるとは知らないのね、まずね。佐藤さんはこんなに関わってるのに CD 持ってないみたいなんですよね、あんまりね。ちょっとあんまり言うなよ。だからもうね、じゃあ僕に音源ないくれって広島だし、ケイナさんが近くなんだけど、ケイナさんに すいません、ケイナさんがいただきました。まあいいですよ、はい。すごい初期の曲で、夜行列車っていう曲をやってるね。これって林田さんが水俣から出る時の曲、はい、そんな感じがするんだけど、この C から言ったらね、そうかもしれません。そんな感じの曲でございます。本当にデビュー前からある曲なので、そういうことはあり得ると思います。
そして続きましては澤田翔子さんのスペシャルライブでございますが、この曲一緒にやりたいって言っていただいて、はい、ぜひこの曲はですね、まあ、最後にも初恋っていう曲はあの歌全員合唱とかありますけど、ギター2人でですねやるそのアクロスティックなその初恋もなかなかいいんで、ぜひルカ君とやりたいなということで、はい、やってみたいと思います、ね。まあ、この曲は手拍子があってもいいかなと思いますがね。丸下さんのはね、なかなかこう手拍子しづらいところもあるんですけど、こんな感じですか。そう？ベンチャーズでしょ、ベンチャーズ。違う、それでいく？僕らの困ります。普通いいですから、普通でいいですから、あんまりこう揉まないように。さあ、そして続いてはルカさんにご登場いただきたいと思います。昨年に続きまして2回目となられますが、お客様からのまた来ていただきたいとのリクエストが多く、今年もお願いいたしました。新宮ルカさんです。赤ちゃんの頃からお母さんからフォークの英才教育を受けて育ち、大学時代に本格的にフォークに目覚められました。地元広島をフォークで盛り上げたい、フォーク時代の憩いの場を作りたいと、7年前から広島市内でフォーク喫茶を経営されています。村下幸三さんは広島にも縁が深いことから、村下さんのファンの方も多く見えられ演奏していらっしゃいますし、もちろん慶奈さんも、そして佐田正香さんも行かれたことがあるそうです。ルカさんのレパートリーはなんと1000曲、村下さんの曲もたくさん入られるそうです。会場の皆さんと同じく村下幸三が大好きという気持ちが伝われば嬉しいということです。それでは今回も佐田まさかさんとのジャニットでございます。しっかりお楽しみいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。ルカ君です。よろしくお願いします。広島から車で6時間。6時間で起きたね。まあ、眠くなったのはなったんですけど、限界を超えたら眠くなくなるじゃないですか。その間に少しでも行こうと思って行ってたら着いちゃいました。朝7時頃ね、寝ずにもずっと教える 6時間できたんですけど、はい、気づける人だよね。そうですね、本当に11時まで仕事してたんですよ。そうです。で12時20分ぐらいに広島だってね、土曜日のね、稼ぎ時だもんね。昨日は NSP ナイトだったんですけど、お、NSP 好きが集まって、わかりますか、NSP、 シグナルか、違う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